スタートしました。3番のアグネスアー、それから6番のグラシリスティラが後ろから先行争い、出方を伺いながらゆったりとした感じで2番のオストファーレン、5番の日本ピロキー、3番手7番のアズライトムーン、内から1番のクリスタルゴールド、真ん中には4番のトラスト MC、 ペースはゆったりです。8番のマイネル・ラウレア、ここまでが一塊。マイネル・ラウレア後ろから2頭目、最後方3番のアグネスアー、先頭からおしまいまでは6馬身の圏内に固まった。4コーナーのカーブ、さ2番手以降のカテバが前のオストファーレンをトライにかかりますが、4コーナーから直線、今度は外から3頭、内から3頭目、7番のアスラートリーン先頭か、5番のビニール・ミニー、そして内から2番のクリスタル・ゴールド、その後方向4番のトラス・ミニシーに向かいました。先頭は5番のキム・キロキー、マイナス2キロ、デビッド・リーガン1周、56キロ。前の2頭を追っていきます。内から1番のワンダイレクト、ミリコ・デメール騎手は手綱を引きながら、その後ろに3番のセレンディピティ、後方から3頭目です。後ろの2頭は、この差を少し離していきました。6番のフォーサイドライン、7番シーンガ・ワルガリス、5番のマイネル・ラウレア、まだ最後方、4コーナー一塊になって直線に抜きました。先頭2番の 2M ルーイーですが、ババの中ほどに出していった4番のセッション、間からは1番のワンダイレクト、セッションの外から3番のセレンディフィティ、5番のマイネル・ラウレア、今日も追い込みの形、横に広がって、さあ何が抜けてくるか、1番のワンダイレクト、内から3頭目先頭、ワンダイレクト、その後5番のマイネル・ラウレア、マイネル・ラウレア、ワンダイレクト、内と離れた後尾、3番手は4番のセッションと内7番のシリンガ・バルガリス。さあゴール前の体勢は外5番のマイネル・ラウレアか、内1番のワンダイレクトか、内外離れました。三脚争いの接戦、4番のセッションが外、7番のシリンガ・バルガリスが内、勝ちタイムは2分2秒9、1、2着、3、4着ともに内外離れで接戦です。前の2頭は外5番のマイネル・ラウレアと内1番ワンダイレクト、三着争いは外4番のセッションと内7番のシリンガ・バルガリス、勝ちタイム2分2秒9、あまりゴールまでの 800m 46秒9、 600m 34秒4でした。内外離れての争いは